この挑戦もですね、この23戦という挑戦も、まあ、携わる我々にとっても、まあ、大きなチャレンジになるなというふうに考えています。まあ、当社がニュール挑戦するにあたってですね、まあ、タイヤの開発も含めて、まあ、長い目でお付き合いいただけるチームがないでしょうかねという話をしていたところ、まあ、ノベルさんを紹介していただいて、まあ、それがね、昨年の9月6日のことなんですよ。で、まあ、私その時初めて、まあ、渡辺社長にお会いしたんですけども、まあ、その時に当社が今、当社がニュール走るのはもう10年ぶりで、今の商品がそのどれぐらいニュールで通用するのかということをすらまあ分からない状況ですというお話をしたんですけども、まあ渡辺社長からは、まあ未知なるものにチャレンジするのは非常に楽しみであると、可能な限り開発のお手伝いさせていただきますという話をいただけたので、まあ社内手続きを大急ぎでやりまして、もうその11月にはドイツにあったノベルさんの RCF を急遽空輸で日本に戻して、国内テストを強行した。私にとっては今回10年ぶりの再挑戦、正直なところ話を聞いたときはやっとチャンスが来たと思ったのが実感です。まあ、エンジニア、特に自動車メーカー、タイヤメーカー、人間にとってはやはり一度は挑戦したいというところです。去年の7月から部署が異動になって、こういうこんなチャンスがいきなり来るのかと思って、有名なコースなの でアップダウンも激しくてすごいきついコース、1周が25キロもあって、もう1周走るだけでもすごい集中力のいるコース、タイヤにとってかなり厳しい、領域になります。高速での旋回性能、コーナリングパワーと呼んでますけども、やはりそれを含めた、タイヤのパフォーマンスアップにつなげていきたいと。10年間の間にいろいろな試験設備、研究体制からシミュレーション技術、いろいろなものを蓄積してきたということもありますので、今回再挑戦ということになるんですけども、新しい切り口、アプローチで今回タイヤ作りに取り組みたいというふうに思っています。今回のタイヤ、宮城県にあります仙台工場で作りますけども、工場のスタッフの方の協力体制も今回のプロジェクトが公になってから急速に高まっておりまして、ワンチームでやる体制が徐々に整ってきているかなというふうに思います。データを社内に持ち帰ってきてデータベース化しているというのがこれからやっていくべきことだなと思いますね。データを商品開発に反映させて、さらに高品質高機能な商品作りに生かしていきたいなというふうに考えています。コースを目の前で見たり、まあ、実際に横に乗れる機会があったり走れる機会があるかもしれないので、他の足回りだったりタイヤだけじゃなくて車全体として見に行きたいなと思ってますね。では、データから有益な情報を得るということと、もちろんドライバーからコメント、この2つがメインになると思います。タイヤと一緒に成長していこうかなと思います。2年3年で結果が出るほどあまりコースでもないと思ってますので、だから実際のところ、まあ、痛い目に遭ったと思ってますけどね、まあ、それも含めてニュールだというふうに、まあ、簡単に言うとリスペクトをしながらやっていきたいと思ってます。